大主導元宿坊吉蔵寺は、は、愛媛県八幡浜市に所在する寺院である。かつて、四国八十八箇所第三十七番札所を、称していた。大国屋の元家は、本家油屋の元や、菊池家などとともに、八幡浜の豪商であった。大黒屋の元家は、死費を投じて、八幡浜の干拓事業も行っている。五代目。 大黒屋吉兵衛の野もと正し方は要祖父の三代目吉兵衛の晩年にあたって陰伝号の改名を授かろうと母大のポー寺に掛け合ったが、昭屋の浅江家が自らより格上の陰伝号を与えることを良しとせず、授与されなかった。大黒屋はポー寺を離山し、自らの監卓による造成地に新たな寺院を創建することを発願する。 尾張国西岸寺の長水神大和尚に願って、明治十八年に解散された。三号は、野号の大黒屋から、次号は三代目の名誉地蔵から取った。当時荒廃していた四国八十八箇所第37番札所の、岩本寺の本尊と、農協藩囲を買い受け、第37番札所を称したが、後に返還された。八渡浜は、九州から四国へ至る玄関口でもあり、 九州からの変路も多くが八幡浜から薩打ちを始めている。高村つ江も大正9年に四国巡礼を行った際、八幡浜から四国に上陸し、本寺で宿している。境内には大志堂や水戸地像のほか、洋館風の宿坊もあるが、現在は宿坊は受け入れていない。また、農協も受け付けていない。廃物希釈の影響により、岩本寺に限らず、 四国の仏閣の多くは荒廃していた。ある夜、五代目が夢の中で鐘の音を聞き、翌朝二日間に入ると88箇所のおさめ札が37枚置かれていた。そこで、第37番札所のことを調べると、岩本寺が財政難で維持困難な状況であることが分かった。そこで岩本寺の本尊と農協半儀を3500円で買い取り、 第37番札書、大国産吉蔵寺とした。時期については不明であるが、高群れが娘巡礼記の中で今から31年前としていることから創建最初期のことと考えられる。しかし、廃物希釈が落ち着き始めると、明石寺の第43番の次が吉蔵寺の第37番が来ることに変路が困惑してきたこと。 また再考された岩本寺から本尊と農協範囲の返還を要求され、裁判の結果、これらが岩本寺に返還されることとなった。第37番札所の終わりについては明らかではない。高群が巡礼した大正9年頃は、第37番札所とされていたことは明らかであるの、ように並立していたものと考えられる。平成26年頃当時の住職によると、 東京オリンピック頃までは第37番札所の看板が掲げられていたとのことである。また最近でも新言州のお経をあげてほしいという巡礼者が立ち寄ることがあるそうである。ありがとうございます。